岸です、こんばんは。はい、カッコつけがね、出てしまいました。まあ、癖なんでちょっとね、直しようがないんですけどね、たまに出るんで、まあちょっとね、イラッとした方はね、低評価の方お願いいたします。ということで、まあまあ本当にカッコつけちゃうんですよ、癖で。うん、まあ僕としては別にカッコつけてるつもりはないんですよ。ただカッコついちゃうってだけの話、うん、なんですけども、まあでもね、あの根っこは多分カッコつけだと思うんですよ、僕。で、まあ本当に簡単な話なんです。で、まあ最後まで聞いていただけたらなと思うんですけれども、まあカッコつけて恥をかいたっていうシンプルなお話でございます。僕ね、まあ仕事上ね、毎日運転することが多くて、車のね。ただまあだいぶ慣れてきて、で、その周りもね、しっかりこう見えるようになってきたわけですよ、余裕ができて、車の運転にもね。ってなってくると、なんかその人間性が出てしまって、で、あのカッコつけプラス僕優しい人間なんで、なんかこう今こうこのタイミングでこんぐらいまで進んじゃうと、この道に入りたい人が入れないから間隔をわざと広げたりとか、あと先にどうぞみたいなのとか、あと譲られた時にこうこうやってやるとか、あのよくするんですよ、僕。ただね、まあね、たびたびよくあることなんですけど、車であることなんですけど、ブーンって行って、で、まあ僕がこのまま直進するとね、まあ結構渋滞してて、で、ブーンって行くと、譲らないのもね、なんかかっこ悪いなと思って、右折したいのにこう待ってる車がいて、でもこっちもずーっと列が切れないから、対向車がすごい詰まってたんですよ。だから、あ、まあちょっとカッコつけの意味も込めて、一回止まって、で、パッシングしたんですよ。でも向こうもパッシングしてくるんですよ。いやいや、行けよと思って、いいよいいよ、行け行け、ペペってやるんですけど、でも向こうも行かないですよ。なんでだろうなぁと思って、よーく周りを見渡してみたら、あの、僕の後ろにね、車が1台もないっていうね、あの、そういう状況がよくあります。はい。すんごい恥かくよね。いや、後ろいねえのに譲るってどういうこと？お前が行けやすって行けやすむ話だろみたいなね。そういうことなんです。はい。本当に多々あるんですよ。格好つけようっていうことに意識しすぎて、後ろ全然見れてないっていうね。はい。そういうことがよくあります。あの、なので、あの、カッコつけて、あの、ちょっと恥かいたっていうこと、ちょっと多々あるんで、またこれからもね、お伝えしていければなと思います。はい。ということで、ちょっと短いんですけれども、まあ、髪はね、だいぶ伸びてきたんで、まあ、関係ないんですけど、はい。あの、そういうことで、ご勘弁いただければなと思います。ということで、以上、岸でした。チャンネル登録、インスタ、ツイッターのフォローと、僕に対するかっこいいよっていうね、心の声、どんどんお待ちしております。いいんです、かっこいいんで、僕全然こういいですよ、全然。思ってること言ってみなね、僕